ね、都内の某スタジオで2月26日にありますコンサートのリハーサルをしてました。今日は佐藤文雄くんに来てもらってます。こんにちは。佐藤文雄くんは実は私の中学時代の同級生なんですね。やばいですよね、中学時代の同級生って。で、ね、音楽の人はいないんで、他にはすごいことですよね、うんうん。品川区出身で、両方とも。文雄くんはそもそも平塚小ですよね。品川区お住まいの方や音楽関係者の方で、武蔵小山と戸越銀座の間にあるスクエアエバラっていうホールをご利用なさったことありますか？そこが旧平塚小の敷地なんですね。そこの卒業生なんですね、はい。スクエアエバラでいっぱい弾いてほしいよね。一回しかないですね。奈良ちゃんと一緒にやったのが最後。それだけ？それだけ。他にはない。へぇ、残念だね。あまりにも近すぎるから。あまりにも近すぎるんです。そう、本番って気がしない。そのスクエアエバラの建物から26号線っていう道路を挟んで、商店街があってこっち側です。私たちの家、実家ですけど。そんな行っちゃっていいの？裏あったりです、ね。行っちゃって大丈夫ですか？全然いいんじゃないですか。それで、まあ、同じような地区に住んでたんで、中学校も同じだったんですね、はい。さっきも話してたんですけど、中学1年生と3年生は違ったんですけど、中学2年生の時は同じクラスでした、はい。何やってましたか、中学生の時？ピアノしか弾いてなかった。ピアノしか弾いてなかった。もうその頃から？だと思う。多分中学の同級生からしたらそういう印象があると思う。ピアノもあります、あります。もうふみちゃんはピアノにすごい打ち込んでましたね。で、伴奏も上手だったし、ソロも頑張って弾いてましたよね、もちろんね、うん。そう、合唱コンクールだとかなんかの発表会だったら必ずふみちゃんが伴奏でしたよ、うん、はい。では私の中学時代のふみちゃんの印象は、そのピアノは例えば伴奏でただ単にシンプルな形でズンチャッチャッチャズンチャッチャッチャとか、そういう形のもあったりするじゃないですか。難しくないやつでも、そういうあの単純な伴奏系でもなんかあのそれだけ弾いてるだけなのになんかピアノが歌ってるの。へえ、そういうすごい。聞いてみたい。単純系の伴奏系なのにメロディーが浮き出てくるような、そんなイメージをずっとしてました。いや、それね、同級生で話してましたからね。覚えてますか、皆さん、同級生の皆さん。初耳ですか、はい。そんなこと言われたことない。なんか、うん、あの伴奏を弾いてるのになんかメロディーが浮き出てくるよねみたいな、そんな印象で、すげーみたいな。で、私たち同級生の間ではふみちゃんはピアニストになるかもねっていう感じではありましたね、当時からね、ずっとやってましたもんね、うん。逆に私の印象はどうですか？奈良ちゃんもお勉強の人というイメージしかない。そうだね、とにかく頭良かったし真面目だったし、学校の中では、学校の中では真面目だったし、よくそっと知らないから何とも言えないですけど、そう、うん、学校ではもう超真面目、本当に真面目で堅物みたいな、硬派な、なんかそんな中学時代を過ごしてしまいましたね、うん、なんて。でもその時はその時で一生懸命頑張りましたね、うん、みんなね。はい、で、歌が大好きでね、うんうんうん、自分はやっぱり中学の時から歌大好きで、ブラスバンド部もあったんですけど、ブラスバンド部には入らなかったんですね、私は。うん、自分の体使って歌うっていうのが好きだったんで、文雄くんはブラバンに入ってましたね。入ってました、うん。で、顧問の先生にもよくしてもらった、うん。多分顧問の先生今見てますから。あ、そうか、じゃあ変なこと言える。そうだね、変なこと言えない。え、ブラバンの時は楽器は何だったんですか？なんかユーフォニウムっていうチューバの次にいわゆる大きい楽器を叩いてる。へー、それこそだからその野家がすごくお世話になった音楽の先生が
僕の唇を見て、本当は小学生の時はトランペットを吹いていたので、そうだったんだ。で、1年生の最初入部した時に、先生がこう楽器いろいろとこうやる時に、うん、なんか唇がこう厚いから、うん、そういう大きい、だからチューバとかエフニウムとかの方が合ってるんじゃないみたいな感じで、でも今思えば、よかったですね、あの頃は。今トランペットだったらすごい練習しなきゃいけなかったけど、ユーフォニウムっていわゆるこう伴奏でいう低音をボンボンボンってこう流していくので、別に楽譜読めて音が出るから、割とやりやすかった。簡単な形を吹いてたんですね。そうそうそう、なるほどね、なるほど、そっか。ピアノと並行して、でももう本当遊びです。あ、そうか、それはね、部活の方がね、ピアノに打ち込んでたというね。はい、まあ私たち2人は3年生の時に選択音楽の授業で一緒だったんですね。で、ふみちゃんはもちろんピアニストで、私は一生懸命歌ってたんですけどね、もう音楽の授業になるって言ったらその前の休み時間とかもうなんか体操して、ちょっともうウォーミングアップに入って、あ、歌うぞみたいになってた人なんですね。それで、一度発表会で品川区の大今ちゃんのキュリアンで発表しましたね。あれが、まあ、一つの大きな出来事でしたよね、私たちの。奈良ちゃんは、なんかソロかなんかがあったんだよね。確かそうでしたね。あの発表した時にソロがあって、まあ、短いソロだったと思うんですけど、それをありがたいことに好評で褒めてもらったっていう経験があって、まあそれ好評ってみんなが聞いてるところだから、品川区中の中学生の音楽の発表するために集まった子たちが集まったところで、ね、まあ先生、偉い、その音楽界で偉い先生にまあ褒めてもらったっていうのは、あ、もしかして俺そういう系でも才能あるんじゃないかなみたいにちょっと勘違いしちゃったところがそこが大きな出来事だったんですよね、一つの契機でした、ね、その機会を与えてくれた先生には感謝ですよ、ね、だからね、ふみちゃんのピアノも歌いやすかったですよね、その時ね、発表会の時。全然記憶にないけどね、あったのは覚えてるけど。で、本人も中学時代にもピアニストになるっていう明確な目標があった。ピアニストになるならないとかではなく、ただピアノは弾いて仕事にはついていたいなとは思ってはいたかな。ああ、そうなんだね、ふみちゃんは何歳からピアノを弾いてたんですか？2歳早い、2、3歳前。ご両親が好きだったの？いや、全然そんなことないんですけど、そのずっと歌っていた、歌ってたっていうか、うなってたちっちゃい子がテレビとかなんかレコードとか流してるのに合わせてずっと歌ってるような、うなってるような感じで、とてつもなくうるさい子供だったみたいな、まあ、楽器をやらせれば黙ってくれるんじゃないかと思って、そのピアノを始めたのがきっかけ。もうあんまりにもずっと一日中何かを歌ってるから、だから、ああ音楽好きなんだろうなって、楽器何かやらせればちょっとおとなしくなるんじゃないかっていう。で、楽器やらせたらば、もっと大きな音が出るものでずっと弾き続けるから、さらにうるさかったと思ってるよね。でもそういうのはなかった。音量的には、でも、素敵なピアノを弾くようになったからね。ああ、そうですね。中学時代の話でした。はい。中学までの話でした。その後、音高を出て、武蔵野を向いて、あと、フランスのパリに勉強に行かれてね、研鑽積んで、帰ってきて、で、今は、文雄くんは、母校の武蔵野音楽大学と、東京芸術大学で、ソプラノとかメッツォソプラノの先生のクラスの、伴奏助手を務めてらっしゃいます。売れっ子の伴奏ピアニストです。文雄くんにいっぱい、伴奏してもらいたいと思ってて、結構オファーを出すんですけど、ごめんその日はちょっともう埋まっちゃってるって言われたことが何回かあります。ただ早めに早めに予約しとかないと売れちゃうっていうね、それぐらいみんなが頼りにしてる伴奏者ですけどね。歌の伴奏をたくさんする
ようになったきっかけとかあるの？歌曲、オペラ。歌曲、きっかけ、もともとその高校の段階で音楽高校を選んだのはそのやっぱりそのアンサンブルっていうか、その伴奏みたいなこともできるだろうなと思って、そっちがやりたくて入ったんだけど、一番最初にやっぱり高校3年間とかはやっぱりバイオリンとかフルートがめちゃくちゃ多くて、伴奏、うん、バイオリンフルートの伴奏、ああそうなんだね。で、もう大学に入ってからもフルートがすごく多くて、でもまあ歌も何人かは持っていて、で最初のうちはその、うん、声楽の方が時間がかからない、時間かからない譜読みに、フルートっていうのとかっていうのは本当に音が込み入ってて、これフルートで吹くよりピアノの方が大変なんじゃないのっていうような曲がすごくあるけども、うん、あそうなんだね。そう、もう今考えればもうすごいすごい失礼なバカげた発想だけど声楽は本当に初見でも全然弾けちゃうし、うんうんうん、でなんかそんな風にやっていくと、まあもともと初見は得意っていうかできた方だったから、いろんな子からこう歌の子からお願いお願いってやっぱり歌の子っていうのは試験曲なんていうのは本当に直前に決まるから、うんうん、だから早くできる、うん、ピアニストさんの方がいいんだね。そうそう、でどん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 やってってで楽しくなってってって感じ。そこはもともと歌うピアノを弾いてた人です。いや、本当そう思うけど。ああ、そうなんですね。それでもう歌の伴奏面白くなってみたいな。うん、歌は好きだったけど。なるほど。中学生の段階で歌手になろうとは思ってたの？全然思ってませんよ。やっぱりそうなんだ。もうね、中学の時に音楽に進めるなんてつほども思ってませんよ。うん、だからさっき話したイベントっていうか発表会で褒めてもらった、うんうん、あ、もしかしたら声はやっぱり他の子より出ていい声持ってんのかなみたいな、うん、そういうことを思ったぐらいです、うんね、高校時代も普通の都立校で、高校時代も合唱三昧でしたが、うん、勉強そっちのけででも普通の都立高校じゃないですから、とてつもなくよろ、ね、頭のよろしい、それいやいやいや、それでね、あの音大に進めるかどうかもその時分かんなかったしね、うん、高校でや、うん、歌に歌をやろうと思った時も、うん、で音大生になってからも歌のプロになれるとは思ってなかったから、うん、の半信半疑でやってたから、うん、はい、そんな感じですよ、うん、うん、だから指導者、その時で出会った指導者に、うん、いい言葉をかけてもらって、君ちょっとやってみるって言われて、うん、スカウトみたいにね、でレッスンに励んでやってみたら、一心不乱にやってみたら、うん、音大にも受かることができてみたいな、うん、そんな感じで開けていったんで、あ、その合唱の先生がスカウトしてか、高校時代の合唱部の先生が歌を、うん、まあ専門にやってるから、うん、その先生がやってみるって言ってくれた、うん、へー、だから中学時代なんか全然思ってないよね、うん、きっとなんか普通の学科に行くんだと思ってた、うんうん、そう思ってた、ね、東大とか行くのかなって、へぇ、なんかすごいすごい学校だったけど、うん、それぐらい頭が良かったんです中学校、いやいやいや、あの噂では高校時代は勉強 してなかったっていう、ここはカットしましょうねそうなんですね、もったいのうございますうん、フランス時代について聞いてみる、うん、あ、聞きたい、なんでフランスに行きたかったんですか？でももうそれは単純にそれまで習ってきた先生がほとんどがもうフランス系の先生だった、うん、だから大体、うん、日本のピアノの先生ってやっぱりドイツとかオーストリアに留学していたとか、うん、あとはまあ日本だけにいてもこうベートーベンとかブラームスとかモーツァルトとバッハが専門の、そういわゆるドイツ系って先生が多いけど、僕が習ってた先生っていうのはほとんどがもうフランスに留学してでこっちに戻ってきた人とかが多かったから、必然的に選択肢としてドイツとかそういうのはなくても、自然とフランスだった感じ。
フランスのパリだよね、はい、パリに行って、まあ一番最初に行った時なんかカルチャーショックってあった。どんなことがさ、こうなの、こっちヨーロッパってこうなのみたいな、そういうのってあった。とりあえず僕はもう、なんていうのかな、その語学学校に行くこともなく全くフランス語が喋れないで行ったので、うんうんうん、で、しかもそのまあ行くからにはフランス語が喋れるようになって帰りたいと思ったから、いわゆるその日本人が多く住んでいるところではなくて、もう全然もうパリのパリっ子が住んでいるようなところに住んで、住むことにしていって、で、初めてそこまで行って、1階があのカフェレストランみたいになっているところだったから、初めて行った日の晩にそこに入った、一人で入ったらば、まずメニューからして全く分からなかった、うんうんね、何が出てくるのか。そうで、僕が行った頃って今からだから20年以上前とかだと、まだしかもそのパリのそのなんていうのかな、観光地ではなくて本当に住宅地だったから、一切英語が喋れない人だったね、そこのレストランの人っていうのが、うんうん、もうわけわかんないからとりあえずこれこれとかってやってって、何食べたかも覚えてないけどとりあえず頼んで食べて出て、でもそこで頭はもうシャットアウトで、もう無理だ、こんなところで暮らしていけないって思って、いたらばちょうどその日の晩大雨で、まあ、いわゆるスコールみたいな感じのものが降って、うんうん、今まだ日本からの携帯しか持って行っていなくて、うん、すごい高いけど日本の携帯でこう使うようにしてって、うん、でパリで契約しようと思っていたんだけど、うん、そのスコールのせいで衛星が壊れてその携帯すら使えなくなっちゃったのね。だから当然家には電話まだないし、うん、もう何もかも通じられなくなっちゃったから、うん、もう1週間もうベッドの中でずっとこうやって引きこもり生活はもう無理だ無理だと、本当はもうすぐに行く予定だった学校に、うん、あパリに来たぞって言って、うん、クラスはこうとかっていうその登録をしなきゃいけないんだけど、うん、そういうことも一切しないで、もう引きこもって一歩も家から出ないで、いよいよもう本当に何も食べるものがなくなったっていう時に、もういいやと思って目の前がスーパーだったからスーパーに買いに行こうと思って、で出たらば帰ったの、うん、今度はスーパー、まあ別にスーパーであれ置いてけど、うん、で、ああもう大丈夫だと思ってそっからもう一気にもう学校行ったり教室行ったりとか、ああできたんだ。そう、じゃあ最初はすごい、うん、大き なんかハードルがあったんだね、うん、それを超えるための。ああ、うん、そうなんだね、若かっただろうしね、10代の最後でしょ、うん、だよね、そっか、うん、そうだったんだね。こんな話が聞けると思わなかった。ね、面白い。面白い。すごい、ね。スーパーが第一歩だったんですね。フランスで、フランス人のフランス歌曲の伴奏とかも した、ね。そういう機会もあったよね、うん、きっとね。なんか、どうだった、すごい。でも、もちろん楽しかったけど、やっぱり一番楽しかったのは、イギリス人とやる歌曲の、うん、はやっぱり、面白かった。やっぱり米物だから、アメリカもの、イギリスものの英語で書かれてる歌曲にしろ、うん、ドイツリートにしろ、うん、フランス歌曲にしろ、スペインものとかもやっぱりイギリス人って割とそこら辺ね、パリに勉強しに来てたイギリス人の子が一緒にやってくれたんだ、うんうん、ああそうなんだ。あのドイツ語圏にいた自分の経験としてね、うん、なんかドイツ歌曲ってまあピアニストと歌い手2人いて、そのどっちかがヨーロッパ人である方がなんかそのいい味が出るっていう風に言われることが多くて、例えば日本人同士ではなくて、まあ向こうの先生がいた時に例えばポーランド人のピアニストと日本人を組ませるとか、なんかそういうことを言うことがあるんだけど、フランス歌曲でもそういう面ある？フランスでもそういうことは言われた？あんまないね、あんまない、それはフランス人 と外国人の方がいいとか、うん、それはないけど、でもやっぱり日本人同士で組み合わせることはなかったかな、うんうんうん、なるほどね。
あ、別にそれがいけないとかそういうんじゃなくて、うん、そういう方が勉強になるよっていう人がいるっていう、うん、そういうことなの。ただのそれだけのことなんですけど、うん、なるほど。この2人で2月26日の金曜日に、永田町にある清居町サロンホールっていうところでコンサートをします。今回文化庁の継続支援事業の採択された公演ということで、まあこの時期でも挑戦してやってみようというトライアル公演っていうような位置づけでやります。もしご興味あります方はぜひご連絡ください。はい、それでは最後に今日の練習の一コマですが、ドイツ民謡から壊れた指輪。Verschwunden, die dort